ゴールキーパー今日は柴崎です。マテウスはベンチ外になってます。ディフェンスライン右から若狭、ドカボニフェイス、加藤光健、福村、中盤アンカーの位置に今日は山本、インサイドハーフのところに佐藤雄平と石浦、3トップはジャイルトン、パライバ、佐藤亮が小池という予想になっています。ゴールキーパーこちらも変えてますね。今日は松原。ディフェンスライン右から吉永、渡辺、畑尾、平尾、中盤ボランチの位置に岩上と中山、右に内田、左に加藤純也、2トップは田中と大前という 4-4-2 の予想です。ああいいですね。このミスパスを拾って群馬カウンターになる。加藤純也が運んでいく。加藤純也横に出して田中、カウンターから先制ゴール。まずはアウェーの群馬が先手を取りました。まあ、このボールですね、奪ってから最初のパス、はい、でいいところで内側で受けてドリブルしながら、まあ、田中がうまく内側から外に逃げたところですよね。いいボールが入って最後はインサイドで流しました。よく見てましたよね。この離れる動き上手でした。そして最後このアウトサイドのパスも、もうパーフェクトじゃないですかね、はい。まあ、最後はインサイドで逆サイド、まあ、素晴らしいゴールですね。下がった、チャンスになる。加藤純也運んでいく。大前が逆サイド走っている。そこにパスが出る。大前から加藤純也のシュート、柴崎のセーブ。コーナーキックに変わります。おっと、はい、おっとパスを奪った。石浦横に出す、シュート。佐藤亮が今シーズンの4点目。劣勢だった東京ヴェルディ、前半のうちに追いつきました。いいペースだった群馬、自らの失点。1対1の同点になりました。大前の左足こぼれる。岩上が来た、横に出す、内田、大前の落とし、大前のシュート、こぼれる、もう一度シュート、押し込めるか、ゴール前、なんとか書き出しました。ヴェルディ宮に来た、こぼれている、シュート、こぼれる、石浦、わずかに外れました。加藤光健、中央に送ります。佐藤雄平、浮き玉、福村につながる、ワンタッチで落とす、シュート、完璧でしたけどね、はい、崩しはね。最後は佐藤亮がパライバン等に収まってから、やっぱり佐藤雄平がボールもらう場所と見てる場所と、ここですよね。少し体の向きだけで背後のランニング、福村、内側、山下残して、最後佐藤亮がですかね、惜しかったですね、はい。跳ね返す、平尾のシュート、こぼれたボール、ジャイルトン・パライバが追いつく。ヴェルディのカウンターになる。中へ送った、こぼれる、山下、東京ヴェルディ鮮やかなカウンター、逆転に成功しました。まず切り替わった瞬間ですね、このランニングで。パライバのやっぱり速さ、身体的な強さ、少し引っ張られましたけど、倒れずに左足で残してあげて、佐藤亮がうまく残したところ、山下ですよね、後ろから。このボールの質も良かったですし、前で佐藤亮が潰れることによって山下生かしましたよね。まあ、あとはもう打ち込むだけでしたね。まあ、しっかりキーパーの位置を見てインステップニア、まあ、素晴らしいゴールでしたね、はい。加藤純也、柔らかいボール逆サイド、大前トラップした、大前のシュート、ポストに当たる、もう一度、いや、うまかったですけどね、外してからシュートまでは、まあ、さすが大前というプレーでしたけどね。
マイボールにしました群馬。もう早いですね。ここは石浦がカウンターを許しませんでした。2枚で囲んで奪った佐藤亮が、佐藤亮がのシュート、ポストを叩いてゴールに吸い込まれていきました。佐藤亮が今日2点目。まあ、切り替わった瞬間の守備からですよね、ここね、囲い込みの速さ、石浦、プレスバックの佐藤亮が、そして体当ててもう一回ボールを奪って、最後は顔を上げて逆サイドシュートまでと思いっきり振り抜きましたね。この石浦のアプローチ、そして佐藤亮が守備、もう一回でパッと顔を上げて逆サイドインステップ、トス、素晴らしいゴールでしたね。思い切って振り抜きましたね。ここで試合が終わりました。東京ヴェルディ、これが5試合ぶりの勝利、7節山口戦以来の勝ち点3となりました。群馬の方は今日も勝てず、これで3連敗、勝ち点を伸ばすことはできませんでした。